どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は武将別強編成の紹介ということで、チョーンを使って組める強い編成というのを7つほど紹介させていただけたらと思います。チョーンを使って組む編成っていうのはどれも共存しやすくて、でさらに強い編成が多いということになってますので、どれか1つでも覚えて帰っていただけたらと思います。ただですね、ちょっと関係ない話ではあるんですけど、僕はこのチョーンを引けてないんですよね。三国新戦たくさんの星5武将が登場してるんですけど、僕引けてない武将って3人しかいないんですよ。チョウンと陳宮とダシダイオウっていうことになってます。ダシダイオウに関しては最新シーズンに登場した武将っていうことになってますので、そもそもの登場してからのガチャを引いた回数っていうのが少ないんでしょうがないかなっていうところはあると思うんですよね。で陳宮に関してはシーズン限定武将っていうことになってるので、これも引けないっていうのはしょうがないかなと思うんですけど、チョウンに関してはシーズン1から登場してる武将っていうのにもかかわらずですね、一度も引いたことがないということでですね、僕とはとことん縁のない武将ということになってます。ただスペックも組める編成も非常に優秀ということになってますので、突進んでる方はですねしっかりと使っていただけたらと思います。そしたらまずはチョーンのスペックを軽くおさらいしておきたいと思います。食勢力でコストが6ということになってますね。で、兵士適性に関してはですね、騎兵と槍が S で、盾と弓が A ということになってますので、平均的に非常に高くて、どういった兵士でもですね使いやすいという武将になってます。で、属性に関しても平均的に非常に高くて、武力と統率に関しては初期値が96ということになってます。で、統率に関しては全武将の中でもトップ10に入るぐらい高くなるということですね。で、知力や速度に関しても決して低くないということになってますので、属性を見るとさすが人気武将だなっていうところですよね。本当に高いということになってます。次、固有戦法のおさらい。一心士官というパッシブ戦法ですね。洞察状態になり、武力、統率、知力、速度を40増やす。自身が主将の場合、上昇値は50になるという内容になってます。なんで、この超運っていうのをですね、固有戦法によってですね、もともと高かった属性をさらに高くするということですね。で、さらに洞察状態になるということはですね、制御にかからないので、止めようがない武将ということになります。なんで、超運に覚えさせる継承戦法というのはですね、準備ターンがあるようなものを覚えさせるといいということになってますね。理由といたしましては、準備ターンがある戦法っていうのは、非常に強力ではあるんですけども、そのウェイト期間っていうのがありますよね。で、その間にですね、制御をかけられるとですね、戦法発動っていうのがですね、中断されてしまうみたいなことになるんですよね。ってなるとですね、せっかく発動準備に入った戦法っていうのを無駄にしてしまうということになりますので、非常に辛いという状況になるんですけども、蝶の場合はですね、発動準備期間に入るとですね、必ず次のターンに発動してくれるっていうことになりますので、蝶にはそういった戦法が向いてるということになります。そしたらチョーンを使って組めるおすすめ編成というのを紹介していきたいと思うんですけど、まず一つ目は歩兵盾という編成ですね。こちらは万能型の盾兵の編成で、コストが19ということで結構高めということになってます。で、チョーンに兵士宝物が必要で、劉備に残壁砲と肝心鋭で、チョーンに総戦尺戦と異謀必至で、義援に破陣再建と水路断絶ということになってますね。で、チョーンの継承戦法に関してはですね、異謀必至のように強力ではありますけど、準備ターンがある戦法であるだとか、総戦尺戦のようにですね、発動するしないで戦況っていうのが大きく変わるような戦法っていうのを覚えさせてですね、洞察っていう状態を生かしていこうという狙いがあります。でですね、兵法書に関してはですね、どれも耐久力が上がるタイプのものを覚えさせてるっていうことになってますよね。劉備に関してはですね、回復の時に耐久力が上がるものであったりだとか、あと義援や蝶に関してもですね、耐久力が上がるようなものが覚えさせられてますので、まあ万能型と言ってますけども、耐久寄りに近いんじゃないかなと思いますね。後半ターンにしっかり勝つっていう狙いが見えると思います。で、舞台強度は A、 組みやすさ A ということで、両方 A っていう編成はですね、結構珍しくて相当優秀な部類ということになると思いますので、この3人が突進んでるっていう方はですね、検討してみていただけたらと思います。次は洞察層ですね。万能型の槍兵でコストが19ということになってます。超運に総戦尺戦と異謀必至で、関羽に短期戦利と巨水断橋もしくは水路断絶で、関銀兵に騎兵陣と青州兵という編成になってます。で、チョウの継承戦法は先ほどの歩兵盾と変わってないっていうことになってますよね。チョウに覚えさせる戦法、この2つのペアを覚えさせるパターンというのが非常に多いということも覚えておいていいかもしれないですね。で、この編成の特徴といたしましては、チョウが洞察状態にあるというのは先ほど説明しましたが、カウの継承戦法の短期戦利でもですね、カウが洞察状態になれるということですね。なんで洞察層と呼ばせてもらってるんですけど、この編成っていうのは制御に非常にかかりにくいということになってますので、制御を付与してくることがメインの部隊のメタ編成ということになってますね。こちらに関しても部隊強度、組みやすさともに A ということになってますので、これだけ AA の編成が組める部署って本当に珍しくて、チョウがいかに優秀なのかっていうのが分かっていただけると思います。
次は5個層ですね。万能型の槍兵コストが19ということになってます。で、戦法内容に関してはですね、先ほどの洞察層と全く同じということになってますね。ただ武将が勘銀兵から張飛に変わっただけということになってます。こちらの編成に関してはですね、特徴といたしましては、全武将がシーズン1から登場しているということにあると思います。継承戦法なんかはですね、シーズン1からあるような戦法って一つもないっていうことになってるんですけども、武将に関してはシーズン1からで、でさらにですね、シーズン1の段階から強かった編成ということになってます。これは継承戦法が変わるっていうことではあるんですけども、まあ、最前線で活躍できるような編成だったということですね。それが最新シーズンでも活躍できるということでですね、本当に新鮮のインフレっていうのが緩やかというのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。こちらに関しても舞台強度組みやすさは両方 A ということになってますので、まあ、シーズン1から登場するっていう段階で僕は引けてないですけど、引けてる方っていうのも多いと思うんですよね、チョウンがね。なんでぜひ組んでみていただけたらと思える編成ということになってます。次は長官馬という編成ですね。チョウンを師匠として馬長と勘銀兵を副将の槍兵の編成ということになってますね。で、チョウンに総戦釈戦とイボ必勝同じなんですけども、馬長には雷血戦と血陣争奪で、勘銀兵には騎兵陣と青州兵ということですね。勘銀兵に騎兵陣と青州兵を覚えさせるパターンというのも非常に多いと覚えておいていただけたらと思うんですけども、馬長がですね、これ雷血戦と血陣争奪によってですね、通常攻撃の時のダメージっていうのがめちゃめちゃ出るという形になってます。また手数っていうのも増えるので、勘銀兵による強行付与っていうのもですね、馬長が手助けてくれるっていうことになると思うんですけども、意気昇天とかですね、 SP 炎症の固有戦法によって馬長が封印状態にされてしまうとですね、たちまち編成強度が下がってしまうっていうところがあるんですよね。その安定の低さから部隊強度がワンランク下がって B になってるのかなと思いますね。ただ組みやすさ A というのは相変わらずで、共存しやすい編成ということにはなってますね。また封印状態にされなかったりしたらですね、火力は相当出るということになってますので、こちらに関してもですね、凸の仕具合で組んでみてもいい編成かなと思いますね。次は洞察機ですね。こちらに関しては洞察層の勘銀兵を劉備に変えた上でですね、劉備を首相にして兵士を騎兵にするという編成になってますね。で、コストが20ということで最高コストということでですね、なかなか運用開始まで時間がかかるかなというところですね。で、劉備に残壁歩と滑骨両毒で、趙雲に総戦釈戦と異防必死で、関羽に短期戦利と水路断説とあるんですけども、これもし知力が一番高いのが劉備であればですね、劉備に援護付きの鎧というのをですね、装備させる必要があるかなと思いますね。ちょっとここには記載してはないんですけどね。で、継承戦法かなり高級なのを積んでます。残壁砲、滑骨両毒、総戦釈戦とですね、まあ3つともですね、かなり他の編成でも使いたい戦法ということになってますので、今までの編成と比べて共存しにくいということで、組みやすさがワンランク下がって B ということになってるんですけど、それと引き換えにですね、編成強度っていうのはですね、かなり高まったかなということで、部隊強度は S ということでワンランク上がってるということになってますね。こちらの編成に関してもですね、かなり強いですし、制御付与してくるような部隊のメタにもなるということになってますので、凸がしっかり進んでる方はですね、使ってみていただけたらなとは思いますけども、やっぱり劉備がね、凸させにくいっていうのはネックかなと思いますね。次は天水弓ですね。こちらは万能型の弓の編成ということで、今回初めて弓の編成を紹介させていただくと思います。で、長に兵士宝物が必要で、脅威に混迷乱城と廃中台で、諸葛亮に八門金佐の陣と滑骨両毒で、長に破陣再建と満志聖社という編成になってますね。で、こちらの編成のコンセプトといたしましては、八門金佐の陣で脅威に先行を得てもらって、脅威の固有と混迷乱城で相手に強烈なデバフをかけた後にですね、超運でダメージを与えていくという内容になってますね。で、破陣再建に関してはですね、こちらもデバフをかけれるっていうところありますし、満志聖者なんかは非常に火力が出る戦法ということになってますので、ただ準備ターンがあるということで、超運と非常に相性がいいかなっていうところですね。で、部隊強度組み合わせこれも共に A ということになってますので、本当に AA の編成が多いなっていうところですよね。で、この天水弓っていうのは相手は選ぶんですけども、制御かけてくるような部隊に対してはですね、結構強く出れるっていうところがあって、なんか最近のシーズンでは活躍してるなっていう印象があるんですよね。シーズン10ぐらいの時はですね、もう今日テンプレって呼べんかなっていうぐらいの扱いだったかなと思うんですけど、最近また見直しされてきてる編成ということになってると思います。そして最後の編成は核川柳ですね。こちら万能型の騎兵の編成コストが18ということになってます。昔活躍した核三世という編成があると思うんですけど、武将とか継承戦法はほぼ同じでですね、川柳陣に変えるというパターンですね。佐治を師匠として趙雲と核を副将で、佐治に川柳陣と造兵で、趙雲に破陣再建と水路断説で、核に血力砂防と義所義心もしくは混迷乱城プラス廃中台という形にさせていただけたらと思いますね。
こちらに関してはですね、組みやすさ A ということにさせていただいてますけども、限りなく S に近いんじゃないかっていうところですね。ただネックといたしましては、核がシーズン限定というところなんですよね。継承戦法に関しては非常に共存しやすいということになってますので、まあ、ここ核はシーズン限定でなければですね、 S にしてもいいかなっていうぐらいですね、組みやすい編成かなと思いますね。でそれにもかかわらず部隊強度は高くて A ということになってます。でコストも今日紹介した編成の中では一番低いということになってますので、シーズン序盤から活躍させられるんじゃないかなと思いますね。核三星に関しても核川柳に関してもですね、もうその最新シーズンでも活躍できるようなですね、本当に息の長い編成ということになってますので、今回紹介させていただきました。はい、いかがだったでしょうか。今回はチョンを使って組める強い編成というのを7つほど紹介させていただいたんですけども、強度に関しても組み合わせに関しても A っていうのがこれだけ続く武将っていうのは、おそらく今後紹介させていただくことはないんじゃないかなと思いますね。それぐらいですね、強い編成には欠かせないと言いますか、強い編成でよく使われる武将ということになってますね。で共存しやすさっていうのはですね、職の弱り編成の特徴の一つかなと思うんですけども、そういった編成誰しもが一つは組むっていうケース非常に多いんじゃないかなと思うんですよね。僕なんかも北伐走ということで職の弱り編成組んでるということなんですけど、やっぱりチョンを使った編成っていうのがですね、一番その汎用性も高いかなと思いますので、一つ進んでる方はですね、率先して組んでいただけたらと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。